ポール・ラッシュポール・ラッシュは、アメリカ合衆国ケンタッキー州出身の牧師。新日家として知られ、日本に多くの業績を残し記念も多く残っている。インディアナ州、フェアマウントで生まれ、ケンタッキー州、ルイビルで育った。1923年の関東大震災後の日本のキリスト教青年会拠点を建て直すために1925年に来日。 1926年からは、立教大学の教授として、経済学や英語の教育を行うとともに、アメリカンフットボールの日本での普及に尽力した。また、山間高齢地で米作に適さなかった、清里高原での落農、西洋野菜の栽培促進による開拓支援を行った。1928年から1931年まで、 ルドルフトイスラーを助け、聖路カ国際病院の建設資金の募金活動も、行った。1941年の太平洋、戦争開戦後もラッシュは日本への残留を希望したが、敵国人という立場から認められず、一旦敵正外国人に抑留施設、スミレキャンプに収容された後、日米交換船に乗って帰国する。帰国後のラッシュは、 対日体験を買われて、アメリカ陸軍情報部の語学学校人事課長に就任、日系二世軍人への日本語教育などを担当した。また、米国各地の協会で戦争後の日本救済への支援協力を訴えるため講演活動を行った。戦争終結後の1945年9月10日に再来日して GHQ の参謀を 第二部配下にあった民間情報局に配属され、1949年7月に退役するまで日本人戦犯リストの作成や赤狩りに関係した情報収集活動に携わった。陸軍在職時の階級は中佐。戦後の立教大学、日本聖公会、聖路科国際病院の再生とともにアメリカンフットボールや清里の復興にも多大な貢献をした。 1979年、聖路カ国際病院にて82歳で、逝去、亡くなる直前には、カンタベリー大主教の見舞いも受けた。遺骨は、現在、清里清アンデレ教会納骨堂に安置されている。ポールラッシュの共造立教大学在職中の1934年に、東京学生アメリカンフットボール連盟を設立した。太平洋戦争中は、 アメリカンフットボールも適正スポーツと判断されて中断されたが戦後の再来日後1948年に行われた第一回ライスボールでは始球式のキックを行った1961年には日本アメリカンフットボール協会から日本フットボールの父と称号をもらったこの業績を記念して1984年からライスボールの最優秀選手には ポールラッシュ杯が贈られるようになった。立教大学のチーム名、ラッシャーズは、ポールラッシュにちなんで名付けられた。前期の通り、太平洋戦争後の1945年から1949年まで、GHQG2 の民間情報局に所属した。春名美きの著書によれば、民間情報局で文書の編集課長をしていた。G2 に残された、石井ファイルには、 ラッシュの名前が記された文書が多数残されている。そのことから、春名はラッシュが、免罪工作に関わっていたと考えている。このほか春名は、ラッシュが、アリスエ製造らを通じて、公職追放者の個人資料収集、先般卒追資料として、原田熊尾日記の発掘と翻訳、吉田茂、白洲、二郎、松本茂春、片山明、森と達夫、 福島慎太郎らとの人脈形成などを行ったとしている。ラッシュは外交官の沢田蓮さん、三木夫妻が工事町に所有していた邸宅を接収し、ここを CIS の拠点 CIS ハウスとして使用した。CIS ハウスには先般訴追に関する個人情報が集められ、先犯リストが作成された。ラッシュには寺崎衛生をはじめ政府関係者が接触し、 先般を作り出すより、頼まれてもみ消す方が多かったとされる。また、1946年1月以降は、日本共産党に関する情報収集に当たったと、される。加藤哲郎によると、ラッシュは上司に当たるチャールズ・ウィロビーと共に、中国革命に行為を示すジャーナリストを告発する。 赤狩りの一環として、アグネススメドレーを標的とした、ゾルゲ事件の調査に携わった。1947年8月に CIS が作成した報告書について、加藤哲郎はラッシュが作成を指揮したのではないかと推定している。さらに、1949年にはスメドレーに関する情報収集の一環として、戦前に上海で、 リヒャルトゾルゲと関わりのあった河合悌吉を情報源として尋問した。この後、ジーニーは河合に情報源としての報酬を与え、日本の警察とも連携して保護警備し、ジーニーと日本警察は河合が個人的動機で共産党の内情と伊藤忠氏を布告した内容をも活用することとなった。ありがとうございます。